ジョーンズ、お前得意先と会議じゃないのか。遅れるぞ。はい。タクシー使えよ。はい。あいつ今日は妙に元気だな。あと1本で着きます。もしかしてこれ飲んだのか。お待たせしました。治療です。この惑星では妙に力がみなぎる時もある。俺も飲んじゃおうかな。ボスからエナジー、アイアンボス。失礼します。はい。タクシー使えよ。はい。日本系で、滝藤さんは飲んでない感じ。飲んでない感じで、はい。さっきの最後ちょっと。早く、もっと今よりも早くってことですね。はい。遅れるぞ。はい。ガレット。佐藤。先と会議じゃないのか。あいつ今日は妙に元気だな。もしかしてこれ飲んだのか。実際入ってる。中身お水も。はい。では、皆さん、はい、回しながら。そうしましょう。はい。はい、直江ちゃん、缶の向き、若葉見てるよね。スタート。俺も飲んでみるか。カット。カット。はい、カット。はい。終了です。終了です。カット。失礼します。チェックインプレーベル。終了です。終了です。カット。Yes, I think balance and preparation are very important to efficiency and achievement. Well, I love it. I'm very happy to have been associated with that brand for all these years.Whenever you need energy. I read a good book or I enjoy a good movie. Well, yes, keep up the good work. Try to enjoy your work. Don't jump out any windows.まさか自分が出れるとは思ってなかったですからね。とっても驚いたというか嬉しかったですね。俳優をやってたら誰でも目指す作品の一つだと思います。トミー・リー・ジョーンズですよ。もう会えたことだけで奇跡ですよ。もう夢のようですよね。そんなことをやっぱり普通のなんだろうドラマや映画ではありえないですからね。ジョーンズさんと私が同僚ってのはボスだからできることだったので、とっても幸せな時間でしたけど、めちゃくちゃ緊張しましたね。久しぶりに緊張しました。
中台達也さん以来の緊張だったんではないでしょうか。あんまり笑顔がある方ではないというふうにみんなにビビらされていたのであれでしたけど、とっても笑顔が素敵な方で、ナイスミーチューと向こうから声をかけてくれましたし、とっても嬉しかったです。握手をしようかどうかも、僕は手を差し出すかどうかもギリギリまで悩んでましたからね。そしたらトミさんの方から手を出していただいたんで、もう一気に好きになりましたね。飲んでいいですか。はい、お願いします。さっきねちょっといただいたんです。大人なエナジードリンクな働く男の、どうですか、気に入りました。あいつのルーティンいかがですか。ああぜひぜひ、現場にも差し入れしたいですね。うん、いっぱい送ってください。いや、ボスってやっぱりコーヒーでトミリー・ジョーンさんっていう、なんだろう、イメージがとても大きいので、エナジードリンクって聞いた時は、これは俺をなんかドッキリ番組かなんかで、ね、はめようとしてんのかなとか思いましたけどね。でもとっても新しいことなので、特別感があってすごく嬉しいです。毎日欠かせないですよ。やっぱ撮影ハードですからね。もう特に12時回ったぐらいになると、やっぱり飲まないともう目も塞がってきちゃうし、うん、だから飲むことは多いですね。三男坊がマスカケ線っつって、両手にこうビーンと秀吉みたいな感じなのかな、あ、なんで秀吉かな、なんかこう線が入ってですよね。手相の話です。なのでそこに握ってパワーをもらってから出かけたりはしますね。パワーが欲しい時はパワーちょうだいっつって、なんか願掛けみたいなとこありますね。あとはもう僕はだいたいその芝居の中でここが勝負だというか、そういう時は歯磨いてますね。うん、なんだろう、一回リフレッシュするというか、うん、それもルーティーンじゃないけど、なんだろう、なんていうの、そういううまくいきますようにみたいなのはありますね。最近は瞑想ですね。瞑想、ずっと僕は植物が趣味なので、植物をめでることが多かったんですけど、今年ちょっとなんかその植物たちが僕の悪い気を吸ったのか結構枯れてしまいまして、なのでこのままだとね、あれだからっていうんでちょっと瞑想に変えましたね。うん、朝10分ぐらい、今日もやってきましたけど、心を、なんだろう、呼吸を深くして心を落ち着かせるというか。今回はとてもスーツとか着て、トミリジン・ホーンズさんもスーツ着て、僕もスーツ着て、スタイリッシュにすごくかっこよくできていると思うので、ぜひ多くの方に見ていただいて、いっぱい飲んで元気を出してもらいたいです。よろしくお願いします。